チャオ、鎌田です。今回はローマ編ということで、世界遺産夜のコロッセオからお届けします。前回ホテルに無事チェックインして、こちらは夕食までの道中の様子です。これから夕食をご一緒するイタリアで活動している日本人の藤井康子さんにご案内いただきました。彼女はヨーロッパを中心に活躍するオペラ歌手であり、イタリアでも高視聴率テレビ番組のレギュラー。最近では日本とイタリアをつなぐお仕事など幅広くご活躍です。詳しくはやすこさんのウェブサイトを概要欄に貼っておきます。さらにやすこさんに加えて、私の父のイタリア法人パートナーであるクリオヘさんとも夕食で合流します。クリオヘさんも顔が広い方で、僕が輸入しているオリーブオイルの生産者とのご縁をつないでくれた一人なんです。さあもうなんか初日からディープな夜になりそうです。ですけど、日本人がなんとお金を出して1億円です1億円ぐらい出して日本人の方がピラミッドを白く修復したということらしいです。レストランですね、はい、これガラガラなのはまだ7時からだからですね。もう30分ぐらいメニューについて話してます。30分ぐらいメニューについて話してもういいんじゃないかって話。日本だったらとっくに決めてるから。カバッロといえばケーチです、ね、馬顔っていうことで、はい、ちょっと馬に似てるって言われてる。カバッロってでもなんか最近もう一個言われるカバロってめちゃくちゃイタリアではいい男って表現らしい。この娘で真空で一応リバイヤーベラベラアメオタモリじゃあ、はい、ではまずプリーモ一皿目の、名前なんでしたっけ。太いパスタピーチ。これ馬の肉やっぱりオリーブオイルかけるのがイタリアのテーマだよ。ペロンオリオ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 カバロあまり受けてない。あまり受けてない。こんな感じでずっと話しております。大体理解できます。イタリア語の勉強になりますね。なりますね。かっこいいなお前顔が。馬顔として。この光景もすごくイタリアならではなんですよね。レストランを出た後もすごく話が弾むと。毛皮のコート。すごいっすね。クワラントアニファ。40年前。No, però l'ho tutta rimessa a modello, non è. これが新しい毛皮で。era classica proprio da vecchia。チクチクした毛がなくなって。なくなってこう。柔らかくなる。毛布みたいになっていく。ti voglio far vedere se la trovo。これイタリアは。はい。じゃあまたおうねって言ってからが長いのね。そうですね。これすごく独特の状況なんでこれが。これが面白いですよ。30分はかかる。すごいですよ、ね。マッシャルトビデメントがレンデレブリッジ。で、プリメンデレディアモニーダレンデレノスト。それはでもすごい楽しい。レストランはこれからまだまだ盛り上がるっていう。全然盛り上がってます。小さい頃からやってた。パパがね聞いてたのね。アマリアカラスのレコードとかカセットね。当時はカセット、オーディオカセットは、それを母が聞いててね。カルメンっていうね。もう言葉も分かんないしさ、フランス語だし。だけどもう強烈に惹かれちゃってね。そこに惹かれた。だからオペラ歌手って別にただ歌だけじゃなくて、やっぱ演技だから。ドラマを歌で表現するわけだから、まあ、女優と歌手を一緒にしたような仕事。それがとっても好きだったというか、好きになったね。も
もホテルの近くですかね。そうだよ、あの左前、あのあれか、おはようございます。おはようございます。ボンジョルノ。ボンジョルノ。というわけで、まず朝食から2日目スタートしたい。やっぱりイタリアというからには何ですか。コーヒーですか。エスプレッソです。水ですね。これ水でしたよね。エスプレッソどれですかね。あ、これちっちゃいですね。これがね、美味しいんですよね。いろんなコーヒーの種類があります。こんだけコーヒーでも種類があるって面白いよね。これマキアートも美味しいですね。このエスプレッソマキアートっていうのが、ちょっとミルクをエスプレッソに添加したやつ、濃いコーヒーにちょっとだけミルクを添加したやつですね。僕が選んだのはエスプレッソです。ケージは何がいいですか。じゃあそのおすすめのやついただいていいですか。はい、ミルク好きですか。あ、好きです。じゃああなたにはエスプレッソマキアートズッケロシュガーですね。マキアートいただきましょう。エスプレッソの飲み方です。砂糖を全部入れてしまいます。濃いんでコーヒーがこれ、あんましっかり砂糖で、もうこれでね朝一発もう目覚めちゃうんで、うん、チョコレートみたいな匂いがします。ボーノ。さあエスプレッソマキアートで、ちょっと可愛いあの マキアートね。いただきます。脱力しますね。ほっとする味。うん、いいですね。こんな感じでね、さって飲むのが適してるサイズなんでね、美味しいですね。美味しいです。はい、コロッセオです。しびれますね。見てください。はあ、もう町自体が舞台ということです。なるほどですね。舞台。コロッセオってそもそもなんだっけ。闘技場。闘技場。はい。ローマ帝国時代の。そうですね。うん、もうここで来たらライオンと人を戦わせたり。よかったですね。めちゃくちゃ美人も通ってます。さあホテルの屋上に来てます。どうでした久しぶりのローマっていう街は。やっぱり見どころの塊っていうか、もうちょっと時間かけて見たかったですけど、そうですね、朝の30分ぐらいで。いや、いいですね。どこ歩いても絵になるというか、うん、もう歴史が詰まった街なんて。もう一番そこが絵になってるけど、もうお猿さんだもん完全に。これめっちゃ座りにくい。座ってみる。ローマって街は3000年らしいですね、なんか調べたら。3000年の歴史があって、はい、さっき言ったコロッセオとかが当時のローマ帝国時代の力を物語っていうの、あんなだって昔にあのでかい建築物建てる相当すごいでしょ。確かに。まず人を集めないといけないし、うん、奴隷さんみたいな感じか。俺ももしあの時代に来てたら何してたんだろうな。多分作ってた側だと思う。作ってた、作らされてた。石こうやって積んで固めて、お前何しとったとって指示行けっつって。安子さんとかすごいよね、ローマの街に根ざして、でしかもオペラ活動をしてるっていう。すごい文化人ですね。今年の目標はじゃあ文化人で。文化人。ご視聴ありがとうございます。クラウドファンディング絶賛募集中です。ぜひ申し込みお待ちしております。チャオ。